違うと周りも否定し、黒く塗りつぶした1ページ作った壁は臆病な証し、もっと入りたい仲間に素直になれない、気持ちをかけないならそのページには才なれ、変わりたいなら明日から変わろう、それじゃまず挨拶から交わそう、新しい自分自由に書いていいぜ、自由に歩いていいぜ、何度でもやり直せるこの音、ルーズリーフに記された君が主人公のその物語。